こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。競馬ゲームスターホースポケットやっていきましょう。ゼンホー 5Z で今プレイしております。やっぱりゼンホー 5Z でかいですね。農園で収穫できます。プレゼントが届いています。ガチャ、今日は何かな。大隅はるかです。大隅はるか、崩壊帝王奇才ガチャっていうのをやってますね。2周年記念ガチャというステップアップガチャもあります。これでメジオナモーノを手に入れるんですが、すでにメジオナモーノに2回取ってるんですよね。そういえば気をつけてくださいだろうな。はい、というわけで前走 WBC クラシックを通ることができました。というわけで、あと13週ですね。今が3月の1週ということで、直接出すこともできるんですが、一層叩いてそれから、行きたいと思います。今3月を1週なので、ドバイ行くか大阪杯出すかですね。見てみましょう。タパーツオミア記念はちょっと短すぎるんで、ドバイターフか大阪杯かですよね。やりました。ありがとうございます。神社行ってみましょう。おみくじ引きます。ラッキーバーのし、何かご用でしょうか。ここでも反応するんですね。クエストを達成しました。そういえば、気合十分ですね。ようか、なんだ、2周年記念ケーキ。結構だからコインは消費しちゃうんですが、いい感じですね。ご存知ですか？いい感じですね。嬉しそうですね。クエストを達成しました。なんか疲れが大きいですね。聞いてくださいよ。気合い十分ですね。適正な馬体重ですね。
知ですか？いや、4月5日大阪杯ですね。大阪杯出せましょう。三本付けがさす。アドバイアグル。そんなに強いメンバーじゃないな。吉富先生に。かな。トリナさんに。ご用でしょうか。絶好調ですね。一番人気ですね。 1.2 倍ダントツの一番。ただいまより投票受付を開始します。それからアドマイアグルーヴサンライズペガサスといただくんですね。マロンボックス2、3。桜も見頃の仁川で行われる春の中距離王決定戦であります。ゲートが開いて飛び出した10頭であります。7番セフティーエンブラがちょっと立ち遅れ、果たして先頭に行くのは。腹を切ったのは6番サイレントヒール、8番メガスターアダムが追いかけます。そしてその後ろからアドバイアグルーヴ、外から1頭5番イケペアとか10頭第1コーナー右にカーブを取ります。それから当選ダンディ赤い帽子にご注目ください。これが一番人気のカタドレイルウェイ、アドマイアドン、7番セフティーエンペラ、サンライズペガサス、一番後ろに10番パーツクライであります。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。先頭を行く8番メガスターアダム、カンバシンリード、そしてそのうちに6番サイレントディール、前前での競馬アドマイアグルーヴと竹豊騎手、まもなく第3コーナーに差し掛かります。それからもう一頭池早ブサ、そして5番手に当選ダンディ、注目は何といってもカタドレイルウェイ、圧倒的な人気。それからもう一頭アドマイアドン、そしてその後ろから7番セフティーエンペラ、おーっと一気に行ったサンライズペガサスとみゆき、差が開いて10番ハーツクライ、8番メガスターアダムがレースを引っ張るようになりました。ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。カタノレイルウェイは4番手といったあたり、さあ抜けました。サイレントディール、外から1頭カタノレイルウェイ、カタノレイルウェイが3番手、このまま粘れるか。サイレントディール、カタノレイルウェイ先頭に立った、1着カタノレイルウェイ、末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。しました。
さあ残り7周です。気合十分ですね。いい感じですね。報告させましょう。何かご用でしょうか。クエストを達成しました。そういえばショートケーキ、バニューセット、ゴルド、いろいろ手に入れましたね。はい、というわけで、今回大阪杯も勝利することができました。これで25戦13勝、獲得賞金も9580万枚と1万枚に近づきました。次回はいよいよ現役最終戦となります SWBC ですね。 3,4 週ほど調教やってからいよいよ最後の戦いに挑みたいと思います。高川の前線マンだったんですけど、ここに来て進化を発揮しだしたという感じはありますね。大阪杯初だったんですね。というわけで、まあ、凱旋門賞を取りたいという気持ちもあったんですが、そこら辺はもう過去の話として、なかなか今ドバイシーマークラシック海外でも取ってますからね。海外のもうまあまあ活躍してるんじゃないかなと思います。はい、というわけで、ぜひチャンネル登録お願いします。この動画の最後の20秒で関連動画プレイリスト表示されますので、お時間ありましたらアクセスしていただければ嬉しいです。高評価もよろしくお願いします。はい、というわけで、以上になります。次回 SWBC 果たして、勝つことができるのでしょうか。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。